バンド自体が最近そのラストツアーみたいなラストドミノって言ってツアーあの2年前でしたねやちょっとま、ね、まあ僕なんかちょっと痛くて見てられない感じがあってね。 まあでもまああれをさらすのがフィル・クリンズの人柄なんだろうなと思ったんですけどねあのちょっとやっぱり確かかに痛々しかったです、ね、ちょっとうもう胸がうあれだけ世界一忙しい男と言われてあれだけイケイケだったのがやっぱりちょっとこう弱ってるところを見ちゃったなっていうねうちょっと衝撃ですね。で,ね、うん、でまあジェネスもそうなんですけどその例えば「キング・クリムゾン」がもうあの。 日本公演を最後にもう活動してないわけですよね。うん、で、まあピンクフルードはもちろん当の昔にと言ったらあれですけども、うん、で、まあ、ね、イエスはまあ、ね、なんとかまあスティーブハウだけですけど、<laughs> まあやってますけど、あれはでも良かったですよあのジョンアンダーソンとリック・アンダーソンと、ね、はいはい、A.R.W.、これはなかなか、そうですね。で、あの。 まあ、そういった流れの中で最近、言われるのがやっぱりあのプログレバンドの終活あ、終わりの活動ですね、いわゆるたたませ方っていうかですね,ねそのバンドの終わらせ方というかその引き際みたいなところって、うん、もうロック自体がそういう段階にもう入ってきちゃってるんですよね。 うん、そ,うそうですよねうでそういう中でその例えばその、まあ、ミュージカルボックスのような、うん、そのトリビュートバンドっていう、まあ、ピンク・フロイドのトリビュートバンドってすごくありますけど、はい、そのトリビュートバンドっていう形でその継承されていくっていうかその残っていくみたいな形も一つありかなとは思うんですけどもそのいわゆるそのプログレバンドの就活みたいなところについては思うところって、うん ありますいやまああのー、自分が音楽やってミュージシャンとしてねんなまさか70超えてまでやってると思ってないんでんびっくりした自分で今びっくり一番びっくりしてるんですけどでもやってる本人ってあんまり自分が年取ったとかって分かってないと思うんでうん多分だから逆に。 まあ、フィル・コリンズがあれをさらけ出せたのはうん、うん、まだでもすごいイケイケで歌ってる気分で歌ってるんだと思うんですよね。だからその気持ちはねすごい音楽やってる身としてはなんか老山の無残な姿をさらしてとかってんあんまり多分うん、うん、思わないのがミュージシャンなのかなっていう見てる方がねなんか衰えちゃったよかうん、うん、だからそれをあの。 スタイリッシュな人だとそれが自分で許せなくてキース・エマーソンみたいにェー選んじゃったりするのかなってちょっとねあの時やっぱり腕回復しないって彼は思っちゃったのかな僕らはせっかくあの日本刀を用意してお待ちしていたんですけどねだけどやっぱりあの時やっぱりキースはちょっとその置いて衰えた姿は日本のファンには見せたくないっていうふうにまあ彼はでやっぱり。 かっこいいまま終わりたたいって思っっちゃったのかな2つあるっていうかそのやっぱりこうそのいわゆるバンドの,その最後の姿っていうか追いさばられてもオリジナルがいいっていうのと、うん、あ,あとはやっぱりこうこ、ね、やっぱこう本物じゃなくても、うん、若くて元気で上手い人の方がいいというどっちを取るかっていうかそういうのってあると思うんですよね。うん、で、でバンドがやっぱ続いていてく中でその オリジナルメンバーが誰誰だけになっちゃったとか、うん、そういうのってすごくあってそで、ね、で、まあその一方の流れでトリビュートバンドっていうのもあって、そのトリビュートバンドっていうのは完全にもはやあの全盛期を再現するみたいなコンセプトじゃないですか。はいはい、で、今回あのまあザミュージカルボックスはそのジェネシスライブを再現するということで、あのその まあ、あのピーターがゲイブレル時代の、まあ、僕たちが見ることができなかった。そのライブを再現というか、完全再現ですよね。はいはい、あの、してくれるっていうことなので、そこに対する、その。興味というか、期待っていうのはありますか。そうですよね。だから、やっぱり僕ら見てないやつを間近で。そっくりやれるっていうのはね、うんうん、やっぱり。まあ、メンバーも、だから、その。 認めるぐらい、飽きれるぐらい好き、好きでやってるって、ね、いうところに、やっぱり情熱が感じられて。あのー、普通だから、あ、割とトリビットバンドとかって。そのメンバーは冷ややかな目で見るんじゃないんですかね、割とね、僕ちょっとわかんないですけど。はい、あのー、それがだから、メンバーがゲストで入っちゃうぐらいっていうのは。そうなんですよね。より、これやっぱり情熱がないと。 そこまで巻き込めないと思うの本気さっていうのがやっぱすごいあの僕もあのいくつかあの、えー、見たんですけど、えー、動画、えー、結構すごいなと思ったのはその、はい、例えば「ファースト・オブ・フィフスで」って、うん、トリーバックスはイントロをカットして演奏してるじゃないですかあれっておそらく当時はあのデジタルピアノっていうのはないからうん、うん、でまだ CP ヤマハの CP とか使う前なので。はいはいはい そうすると、あの電子ピアノではあの再現あのイントロ再現できないので潔くあそこカットして歌頭からみたいなそれがあのザ・ミュージカルボックスは彼らはちゃんとまあ、デジタルピアノは使っちゃってるんだけど他は全部当時の機材ででもそこは今のいいところは取り入れてイントロをやってから入るみたいなサービス精神っていうかあの辺がね結構ね素晴らしいなと思ったんですよね。 と、あとやっぱりそのピーター・ガビレル時代だけじゃなくて、うん、フィル・コリンズのアゴリメまでつけて <laughs> あのボーカルフィル・コリンズ変わった頃の、はい、えっとライブもやってたりとかねこの辺でだからちょっとね僕今後このバンド面白いと思うのはじゃあ80年代で売れてイケイケだった頃のあの、はい、バブリーなジェネシスはや, <laughs> やれんのかなっていう。 デジタル初期の機材を揃えて、あのバリバリ経イ験ケイケだったあのジュネシスもちょっと再現してほしいなっていう。ううで,ね、で、こらだったらできんじゃないですか。いや、本当そうですよね。ねあの僕もあの DVD あの見たことあるんですよ。うん、で、あの一番すごいなって思ったのが、その僕があの前その見たその73年の映像と画角も全く同じで、はい、<laughs> <や>で。<laughs> その辺のこだわりがやっぱりちょっと異常に近いんだけどでもただの変わり者じゃなくてちゃんと演奏うまいから。そうなんですよねとにかく空気感も含めて再現というかピーター・ゲイブレルがその喋ってる後ろで汗を拭くフィル・コリンズの動きまで同じでしたから。 これはねもうすごいなと思ってた微妙なセリフの間とかねそうそう <laughs> あれも全部同じなんですよ結構、ね、だからもう客が問われますよ、えー、今度は客も同じところで矢印入れとってね<笑><笑>まあ、うん、でもあの今回あのあれですよあのジェネスライブの完全再現ということで本来あの あの時のツアーの音源っていうのは公式版で出てますけど1枚ものしか出てなくてで、実はテスト版のみで2枚組があってでサパーズレディーとかもやってるとで、それを完全再現するということらしいので逆に言うとその公式のその時のツアーのフル映像って残ってなかったと思うのでだからこうだったのかっていう。 その脳内,内, <laughs> 内再生するしかなかったやつが目の前でやってくれるそうなんですよね。だからまあそういう意味ではこうすごく、あのー、期待したいというか、うん、あのジェネスファンの方はぜひ、ね、そうですね、うん。これでも結構うるさいマニアの方も黙るんじゃないですかね見たら。いや <laughs> 本当そうですよね。す、ね、すごいですからね、うん、だってそのフィルルコリスとピーター・タガビレルが 認めてフィル・コリンズ叩きに行っちゃうってそれやっぱりそのパワーはすごいと思いますねそうなんですよねやっぱ本人たちが絶賛してるっていうのはだって PFLA で子供連れて見に行ったらお父さんは昔そういうことをやってたんだよ子供に見せることができたとすごいですね本当そうなんですよねそういうことでジェネス・トリビュートバンドの最高峰のですね「THEMUSICALBOX」が。 11月の11日、えー、川崎クラブチッターでライブを行います、えー、ぜひですねジェネシスファンの皆さんは、えー、完璧に再現してますので空気感から何から全部、ね、<laughs> あの再現しますのであのぜひですねあのご覧になっていただければと思います僕、えー、残念ながら、ね、いけないん、ね、で悔しい,、ね、い申し訳ないですこれって配信とかあるんですかあます配信もはやい配信はない う権利関係のもありますから、いわゆる公式のそういう素材とかが出てないので、やっぱり生で見ていただくしかないということでます、<laughs> ありがとうございます。<laughs> ということで、ありがとうございました <laughs> うまどうもありがとうございました。